広いし、いいな、この広い部屋。自分の部屋少ないから、しなければいけないですよ。こんなに広かったら何でもできるんだけどね。羨ましい。今日ちょっともう帰っちゃうんですよね。次来るんですよ。今度6月来るんですけど、その時はまたこれ、これっていうか、またルビーちゃんついてくるんで。明日からまたお仕事。2ヶ月半我慢してやっと今日来れて、まあでも今度はまた近いうちに来れると思います。次いつ頃来るんですか？多分4月の初めぐらい。あ、イースターイースターの初めの13月18、19、20あたりは来れなくはないんですけど、1日しか来れないから、ちょっとゆっくりしたいな。しかもイースター初めだから、多分みんな多いと思うし、4月初めの平日を狙って来ようかなって、ちょっと計画を立ててます。いいですね。そして次、6月。6月のどっかに。まあ6月の、まあ、予定では6月の末あたりぐらい。まあ、飛行機の予約とかしてないからまだ分かんないですけど、キティちゃんが自家用ジェットでちょっと連れてきてくれないかなっていう、そういうなんか欲があるんですけど、ちょっと難しいですか？難しい。キティキャストの屋上にこのヘリポートみたいなやつがあって、そこでバババババババって行けば、ああいいですね。早いね。いいですね。高いよ、その場片道10万円ぐらいするかもしれない。いやいや冗談だよ。それだけ便利に来るんだから、それだけお金高くても仕方ないよね。そこはキティちゃんの大盤振る舞いを期待して。難しい。絵をたくさん描いてそれで即売会1万部売ったとかなったら。あー、そう、キティちゃんにもう一枚なんか書こうと思ったんですけど、ちょっと時間がないですね。ありがとうございました。いや、また外で。また外で。いや、ありがとうございます。また遊んでください。また6月。じゃあね、はい、また来るからね。バイバーイ。で、また。バイバーイ。そうそう、はい。ありがとう。バイバーイ。